日ハム松本剛が9回にファールフライを補給した理由、ガチで不明。日本ハムにとってはモヤモヤが残る決着となった。9回裏1時2に、3塁で、安田の飛球は風で左翼ファウルゾーンへ流されたが、松本剛外野手が補給。3塁からダイソーの和田がタッチアップでサヨナラの生還を果たした。記録は詐欺邪非。本塁でさせない位置の邪非なら補給しないのがセオリー。結果的には、痛いプレイとなった。身体が流れてるから、スローイングしにくい。三塁ランナーは、和田だから取っても、ほぼ 100% させない。これなら、フェア覚悟で見逃すべきじゃないの。実際にプレイしてたら、フェアが、ファール、かわからないからしょうがないって意見、あったけど補給体制。三塁ランナー考えたら、取っても絶対セーフや、し1か8か見逃して、ファールにかけるべきやろ。どうせ投げてもさせないから、取りませんでしたとか、言ったらなんかダサいやん。普通にファールやん。それで見逃したのが高部のパテインやろ。フライで上見てんだから、ラインなんて見えんしマリンの風やし。でもフライでずっと上見てるのって、典型的なダメ外野手じゃね。万が一フェアになったら、大バッシングやし恥ずかしいやん。いや、とっても和田がこけない限り、ほぼ 100% セーフやん。それよりは見逃して、ファールになる方にかける方が、得策やろ。ショートは落とせていって、ジェスターしてんのかな。まあ見えんし聞こえんやろうけど。どっちみちこの位置ならファールとかフェアとか関係なくホームインサヨナラは確実だから取るなってのは全くその通りやけど、実際それやる度胸ある選手はおらんやろな。ぬくぬく後からなんとでも言えるなんジェイミン様は羨ましいよな。実際あの場面でとっさの判断は難しいからな。皆さんは松本選手のプレーどう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。